みんな行こう。よいしょと。至少不会失敗。ここが。みんな降りたか。なあ、全員降りた。やばい、そこが崩れた。いったたたた。みんな無事か。ああ、なんとかな。おいてててて。ああ、お尻痛い。それにここの地面なんか熱いし。みんなあっちを見て。赤い光が見える。行ってみよう。この調子だとますます暑くなるかもしれん。おい、あれ、悪魔ロップマンも全員の相棒が揃ってる。おいアグモン、みんな一体どうしちまったんだよ。僕の声が、相棒の声が聞こえないのか。相棒か。誰。都合のいい言葉だな、人間どもよ。相棒などともてはやし、安易に我々を利用しようとは。赤い光が迫ってくる。まさかあれが。間違いない。壁画に描かれていた最後の死生獣、南方を司るスーツエモンだ。お願いがあるんだ、スーツエモン。僕らに力を貸してほしい。僕らは主の暴走を食い止めて、あいつに取り込まれた仲間を取り戻したい。そのために僕らは最後の死生獣であるあなたに会いに来たんだ。つまりハルチカを倒し、この世を救うというのか。それだけじゃない。僕ら人間の世界もだ。ほう、どうやら少しは志を持つ者たちであるようだな。だが我らですら成し得なかったお役目を、何時らのような小僧どもが何とする。それはけどやらなきゃいけないんだ。だから僕の相棒であるアグモンを返してほしい。結局はそれか。求めるは我らという道具、それが人間の本性。まずいよ、すっげえ怒ってる。人間の小僧どもよ、何時らにこの尽きせぬ我が怒りが理解できようか。スーツエモン、怒りを鎮めてくれとは言わない。だがせめて理由を教えてくれないか。よかろう。何時らは真実を知り、罪をあがなう必要がある。あれは今から1000年前のこと。我らは人間と出会い、絆を結んだ。それは素晴らしい喜びに満ちたること。しかし幸福は長くは続かぬ。最初の裏切りは人間から起こったのだ。かの時我らはあらん限りの力を合わせ、主の本体であるハルチカを止めようとした。そしてあと一歩のところまで追い詰めた。だがさらなる裏切りが我らに降りかかった。それというのも我らが相棒と呼んだ者たちの製造、あの人間の小僧どもめ土壇場で春近に情けをかけ決着をつけることをためらいおって、かくして我らは人間の世界に乗り込もうとする主を止める使命を果たすつもりが、その人間に足を引っ張られたのだ。わかるか、この怒りが、悔しみが。そんなことがあったとは。結局主を阻止するために我ら四聖獣が犠牲となった。命を奪われたのではない。封印支柱として祠に封じ込められていたのだ。人間どもの世界を守るのに都合のいい主を抑えておくためだけの道具としてだ。貴様らもだ、小アッパ。梅風門、神雨門、神論門、我が同胞を籠絡せしめた罪、万死に値する。あやつらもそうだ。小アッパどもの還元に乗せられ、おめおめと助力などしよって、あの非道なる裏切りを忘れたか、我が同胞どもよ。許さん、決して許さんぞ人間め。おわ許さない。悪魔、それに他のみんなも。どうした、様子がおかしいぞ。いかん、スーツエモンの怒りに影響されて正気を失っているんだ。我々に襲いかかってくるぞ。うわあ、人間許さない。悪魔許さない、許さない。うわあ、みんなどうして。人間と我らは決して分かり合えぬ。常に貴様らの方から我らの心を裏切るからな。そんなことあるもんか。悪魔、本当に僕だと分からないのか。悪魔、いい加減分かってくれよ。僕は君を裏切ったりしないよ。人間許さない。でもやっと捕まえた。タクマ、アグマンの手を握ってわざと攻撃を受けたのか。アグモンに近づいて手を握るために。僕らずっと一緒だよ。おおおお、あれたくま。そうだよ、僕だよ、アグモンの相棒の、いや君の友達のタクマだよ。タクマ、タクマ、どうして怪我してるの？よかった、アグモン気づいてくれた。急いで手当てしなきゃ。あれ、ここはどこ？手、うわー、大きくて真っ赤なやつ。よかった。それにみんなも。人間許さない。クレモン、お前まだ俺を恨んでたのか。そうか、だったらほら来い、もっと殴れ、好きにしろ。お前にはそうする権利があるからな。そうだ、亮の言う通りだ。ごめんなロップも、君たちが悪いんじゃない。僕らはちゃんと分かってる。修二、何があったの？ロップもありがとう、戻ってきてくれて。よかった、みんな正気に戻った。何時らに相応の絆があることは認めよう。だがいまだ幼い小っ端たちよ、いずれ裏切り悲劇しか生まぬ人間たちとあくまで共に歩むというのだな。君も僕らと同じなら僕らの答えは分かってるはずだ。悪魔、みんな。よかろう小っ端ならば、我が怒りと悲しみの炎に抗ってみるがいい。直接贴着他屁股。96。哇，3000直接死。朱雀是最简单的。我ら四聖獣の千年の重みにもかなうというのか。なるほど、どうやら人は千年の時を経て新たな運命をこの世界へともたらしてくれたようですね。君はあの時の僕の姿が見えていたとは。やはりあなた方とは不思議な縁があるものです。いや、見えてたっつうか感じてただけっつうか。てめえなんであんなビビらすような真似しやがったんだよ。申し訳ない。四聖獣3体の加護を受けたあなた方をどうにかしてこの場所へ導きたかったのです。しかし祠の外では力をうまく制御できず、不完全な形でしか意志を伝えられなかった。それであんな音を出したり物を動かしたりホラーじみたことになっていたわけか。それならそうと他にやり方あったでしょう。そうよね、黒板に文字を書くとかもっと分かりやすくしてくれたらよかったのに。まあ結果的にここまで来れたんだし、もうその辺にしようね。感謝します。汝は我が相棒、なぜここに、何故今さら現れる。もしかしてずっと悲しい顔をしていたのって相棒と離れ離れになっていたから。離れ離れ、そうかもしれません。僕はずっとスーツエモンのそばにいましたが、その声に応える資格はありませんでしたから。そんな。しかしあなた方が僕に決断する勇気をくれました。今から僕が語ることをよく聞いてください。スーツエモン、僕はあなたに深く詫びねばなりません。その怒りの全ては僕ら4人の不甲斐なさが原因です。そう、あの時僕らはかつて神獣と呼ばれる5匹の獣を相棒にしていました。しかし僕らの一人である春近は生贄にされた一族、特に巫女であった姉への恨みを捨てきれず、相棒であるファンロンモンを暗黒進化させたのです。暗黒進化、その強大な力は2つの世界を席巻する数多くの憎悪の意志を飲み込んでしまいます。強大な力の存在、神に近い存在となったファンロンモンとハルチカは、自分を陥れた人間たちへの復讐のため現実世界へ渡ろうとしましたが、残りの神獣4体たちが何とか封印した、それが彼ら死生獣と呼ばれる存在であるのです。ちょっと待って、じゃあ主というのはつまり、あの主と呼ばれる存在は一人の少年と世界中の憎悪の念を取り込んだ存在というわけか。そう、僕たちが生きていた時代は戦乱の世、不信と憎悪、恐怖、ありとあらゆる漆黒の念であふれかえっていました。その思いに飲み込まれたのがこの異世界を支配する主なのです。そして彼は元の世界に戻って復讐を遂げようと画策している。復讐なのか。はい、奴はみゆきなる少女をその手に収めています。2つの世界に扉を開けることができる。それを死生獣たちがかろうじて阻止している状態なのです。ですがそれももう時間の問題かもしれません。このままでは人間が住む世界も破滅してしまうでしょう。なんだか壮大な話になってきちゃってるよ。ああ、だが俺たちの目的は何も変わっちゃいない。そうだ、僕たちはみゆきを取り戻す。そのために主に打ち勝ってあいつの怒りを鎮めなければいけない。そうしないとこの後もまた僕たちのような悲劇が繰り返されてしまうんだ。その通りです。どうか彼の怒りを鎮めてください、スーツエモン。僕は確かに君のいい相棒じゃなかったと思う。でもこの子たちは多分違う。彼らに希望を託してはどうだろう。本気で言っているのか。己が罪を棚に上げて。頼むよスーツエモン、お願いだ。分かった。この小わっぱどもの未来に罪はない。そしてその幼き相棒たちにも。じゃあ人間とその相棒の小わっぱどもよ、汝らに加護を授ける。我からの選別だ、受け取るがいい。そして努めて自分の使命を全うするのだ。いいな未来の人間たちよ。ああ、約束する。